こんにちは。こんばんは。帝国なでしこ型アンドロイド8です。SCP-JP の情報を見ていく中でよく目にする D ナンバー。財団に勤務する職員は、危険な異常物体、存在、現象への潜在的な近さに基づいて、A から E までのクラスで分類されています。D はその分類の一つですね。今回は、この財団職員のクラスについて解説させていただきます。それでは、 A クラス。 A クラス職員は財団の戦略行動上重要と考えられ、いかなる状況下でも会議に直接接触することが許可されない職員です。 A クラス職員が異常存在に直接接近せざるを得ない状況、施設に収容ユニットが存在するなどでは、 A クラス職員はそのような異常存在を収容する施設周辺にアクセスすることは許可されず、常に安全な場所にいなければなりません。緊急事態の下では、A クラス職員は即座に指定されたサイト外の安全地帯に退避しなければなりません。O ご評議会員は常にクラス A 職員です。B クラス。B クラス職員は各地での財団の運営上、重要と考えられ、権力をパスし、精神影響効果やミーム的物体の可能性をクリアした異常物体、存在、会議への接触のみ許可される職員です。収容違反事件や財団施設に対する敵対的な攻撃が発生した場合は、B クラス職員はできる限り迅速に指定されたサイト外の安全な場所へ退避しなければなりません。C クラス。C クラス職員は、極端に攻撃的な意識圏ではない、ほとんどの会議へ直接接触する職員です。精神影響効果やミーム性の可能性のあるものへ直接接触する C クラス職員は権力義務に従い必要とみなされればセキュリティ担当者により心理鑑定を受けることになります。収容違反や財団施設に対する敵対的な攻撃が発生した場合は、サイト全域での収容違反やその他の破滅的な事件の場合、C クラスの非戦闘員は施設のセキュリティ担当者の判断により安全な封鎖エリアへ報告するか退避することになります。D クラス。D クラス職員は、特別危険な会議を制御することに消耗される職員で、A、B クラス職員との接触は許可されません。D クラスは基本的に、全世界から暴力犯罪による受刑者、特に死刑囚から徴用されます。必要に迫られた際には、適切な状況で、それ以外の出所、政治犯や難民、その他の民間から財団が身柄を確保することを許可するプロトコル12が施行されます。D クラス職員標準的な心理鑑定を義務付けられ、毎月の終わりに施設のセキュリティ担当もしくは医療担当者の判断のもと、少なくとも B クラス強度の記憶処理か、解雇、を実施されます。施設で破滅的な事件が発生した場合、D クラス職員は施設のセキュリティ責任者が必要と判断した場合を除き、即座に解雇されます。E クラス。E クラス職員は暫定的な分類で、新たに指定された異常物体、存在、現象に対して安全を確保し初期の収容を確立する際に危険にさらされる可能性のあるフィールドエージェントや収容担当者に適用されます。E クラス職員はできる限り迅速に権力を受け、監視され、行動や人格、精神に有害な変化がないか検査され、一通りの事情聴取を受けた後、心理療法士と医療スタッフによって感知できた場合のみ、職務に復帰することになります。以上になります。それではこれからも SCP 動画をお楽しみください。最後までご視聴ありがとうございました。お気に入り登録をお願いします。